三門石法寺は、京都市伏見区深草石法寺山町にある、大幕州の寺院。三号は百条山。本尊は、釈迦如来。石本寺とも表記する。聖徳三年、大幕州大本山万福寺の第六世仙法制が改装した。石宝寺は、平安時代中期に、摂津国忠号に建てられた、紗連山石峰寺に発するという。陛下に会い。 寺は消防したが、本尊の薬師如来像は、途中から慶長元年に発見されたとされ、京都五条大京東あたりの祠に祀られていた。この薬師如来を尊崇する先方将が、聖徳三年に、今の深草の地に移したという。寺の境内裏山にある五百羅間の石像群は、安永年間から天明年間にかけて、絵師の伊藤若忠が下絵を描き、 当時の住職密さんお侍と協力して制作したもので弱中五百0羅漢として今も親しまれている。当時は先端単以上あったが、現在四百数十体が残っている。また、観音堂の各天井には弱中が天井画を描いた。しかし、観音堂は幕末の安政六年以前に破却され、天井画は寺街に流出、現在は 新行寺や吉中寺が所蔵している。若中は、完成2年に、石峰寺門前に草案を設けて陰性していたが、完成12年9月10日、85歳の生涯を、その草案で閉じ、同時に葬られた。当時には、若中の墓があり、2000年から毎年9月10日に、若中期を営んでいる。1915年、本堂が消失するが再建される。しかし、 1979年に放火によって本堂が本尊の薬師如来ごと消失すると1985年11月に新たに釈迦如来を本尊として本堂が再建された。2007年5月、石像の地蔵菩殺約30体が倒され、うち五体が損壊していた事件が起こる。2012年、写真家を名乗る人物が連れたグループが撮影会と称し、 石像に帽子をかぶせたり、ろうそくをつけたりして作内に入ったりしたため、石像保存の観点より現在はスケッチ、写真撮影が全面的に禁止されている。ありがとうございます。